今年1回目のスポコン長崎は全国大会目前、駅伝の合宿の模様からお伝えします。今月22日に広島で開催される全国都道府県対抗男子駅伝競争大会、7区間48キロの男子は中学生が2区間、高校生3区間、大学社会人が2区間でたすきをつなぎます。県勢男子は中学高校のトップランナー10人が集結し、1月3日から4日間の合宿でメンバー入りを目指ししのぎを削りました。最終日には最終選考レースとなるタイムトライアルが行われました。はい、中学生3キロの部で快走を見せたのは西諫早中3年の内田亮太。県中層帯3000メートルのチャンピオンで、全中全国中学駅伝にも出場した経験豊富なランナーです。きついところでも粘れるところだと思います。強い高校生たちがたくさんいるので、その人たちにいい位置で渡せるように頑張りたいです。ハイレベルなレギュラー争いが展開されたのは高校生。圧倒的なスピードが魅力の後田気づくは、去年日本選手権800メートルで6位、日の丸を背負い世界大会にも出場したホープは、この日5キロを14分43秒の好タイムで駆け抜けました。大学では駅伝出たいと思っているので、高校から駅伝も活躍できるところを見つけたいなと思います。双子でアベック出場を目指すのは鎮西学院1年の牟田兄弟。弟の牟田凛太は去年の国体 3000m で9位に入るなど成長著しいランナーです。区間賞は一番目標なんですけど、最低でも区間3位以内を頑張って、高校3年生とかいろいろいると思うんですけど、高校1年生でも負けないようにしっかり頑張りたいと思ってます。凛太と一緒にたすきをつなぎたいという思いをしっかり忘れずに、これから練習取り組んでしっかり調整していきたいなって思います。そして高校生のエース区間1区での出場が有力視されているのが、五島南高校2年の川原龍斗。3年前の都道府県対抗駅伝ではミイラク中2年の時に出場し、6区で区間11位の好走を見せました。この日のタイムトライアル6キロ走でも全体トップの好タイムでゴールしました。1区を希望しています。全国のトップランナーというのが多分1区に集結してくるので、そこで、ハイレベルな戦いというのを自分もしてみたいなと、思っているからです。男子を率いる入江監督も川原選手の走りに期待を寄せています。川原君の記録とかは去年県のトップやったらベールよりも上です。歴代見ても上の方、かなり上だと思います。ですから本当に全国通用する走りだったと。その状態で広島に行けるように今後の調整もしっかりやってください。はい、また今回の合宿には参加しませんでしたが、大学社会人区間には元日のニューイヤー駅伝で4位に入った三菱重工の社会人ランナーが出走予定です。男子の過去最高成績は2002年の3位。さらなる高みを目指し力を合わせます。入賞を目指して頑張るぞ。一方の女子は 42.195 キロの距離を9区間でつなぎます。去年の全国高校駅伝都大路で12位となった諫早高校のメンバーが中心です。女子は2000年以来23年ぶりの日本一を目指します。大黒柱の廣中選手がいないんですけど、高校生たちが主力となっているので、私たちが引っ張っていきたいと思います。長崎しか勝たん。各県の威信をかけた全国都道府県対抗駅伝は女子が15日に京都で、男子は22日に広島で号砲が鳴ります。